皆さんご機嫌いかがでしょうか。製薬院会軟体造図の25回目です。今日は腎臓を見ていきましょう。まずこの部分を拡大して読んでいきましょう。まずこれは左。次は右。これは腎という漢字を崩したものです。左右の腎臓と書いてあります。次はこの部分を拡大して読んでいきましょう。まずこれはう。次はるです。次はカタカナのみです。これは点。次は淡いという漢字です。日を2つ重ねていますので、下の部分を略字の記号で書いております。次はう。そしてる。これもカタカナのみです。これは曲がりという漢字です。潤み点、それから淡い潤み曲がりと書いてあります。次はこの部分を拡大して読んでいきましょう。これは横という漢字を崩したものです。次は段。これは右。右の腎臓を横に切った図と書いてあります。次はこの部分を拡大して読んでいきましょう。これは縦という漢字を崩したものです。次は段。これは左です。左の腎臓を縦に切った図という意味です。次はここを拡大して読んでいきましょう。これは切るという漢字です。次は口。そして色です。これは少ないという漢字です。これは山水に農業の農、濃いという漢字を崩したものです。切り口の色がやや濃いという意味です。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。